スマスローじゃない、束ねていきます。はい、このように束ねられたら輪ゴムで下を留めます。そしてこれ束ね、もうこれただ普通に輪ゴムで簡単に留めればいいだけです。そしてこの真ん中にこのように入れますね。そうすると1本じゃ立たないんですけど、こうやって多くなるともちろん花は立ちます。でここで少し形をね整えましょう。はい、できました。はい、ではねやっぱり見にくいのでいつものアングルに変えます。どうもあのスタイル好きじゃないんですよ。ではここに今度は桜をね入れていきます。できればここにいてほしくて。この器はですね、重心が傾くと丸いからこう向こう動くんですね。これはバランスよくいけないとまずいらしいです。じゃあバランスよくいきましょう。この忘れ名草を入れます。はい、少しクリスマスローズを足して整えました。ではここで、ね、最後にこの太いを入れて終わりにしたいと思います。太いをこうちょっと折ってね、変則的なラインを入れていきます。はい、こちらで完成です。難しかったね。では正面から見てみましょう。はい、こちらの作品はいかがだったでしょうか。なかなか難しかったです。何が難しかったかというと、まあ、最初にこうクリスマスローズを入れて桜を入れて忘れ名草を入れた時点でなんかこうやぼったくなったんですね。でまあちょっとクリスマスローズを減らそうかなとも思ったんですけど、逆にこれ減らすとね今度違うデザインになっちゃって、こう盛った感じになんなくなっちゃうんですね。これ中に秘めた感じになっちゃうんで、今回はまあ新入学とかね、まあ、お祝いの要素が大きいんで、まあ、特に色もねそんなに派手じゃない色なんで、ちょっとこう盛った感じにしたかったんで、その引くのはやめて逆にこう足してみました。で足したことでまあ少しこう空間が出たんですけど、その空間だけだとちょっと物足りないんで今度布団を立てようかなと思ったんですね。で立ててみたらなんかすごくこうここには布団が立ってるだけですごく平凡で単調だったんで、じゃあ太いを折ってみようということで折ってみました。まあそれが折ってみて、まあ桜がこっちから入ってるから向こうへこう流そうと思ったんですけど最初は、そうするともうなんつうかね、ただこうラインが流れてるような感じのアレンジメントにしかならなかったんで、まあ、ちょっとこれ難しい手法なんですけれども、こう桜が出てる方向に太いをこう入れ込んでいくという、ね、方を選びました。まあ試行錯誤した結果割とうまくできたんじゃないかと思います。ではですね、
また来月環境動画でお会いしましょう。 See you next time。 はい、このフラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらは見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いいたします。一人でも多くのチャンネル登録をお願いいたします。